はい、今回はサーバーの契約についてですね、やっていきます。ドメインの取得ところまではね、行っていただけたかなと、簡単ですのでね、思いますが、ここからはサーバー、ネット上の土地についてですね、整備をしていきます。こちらですね、こちらでまず X サーバーというものを使っていきますので、いろいろね、レンタルサーバー屋さんはある中で、今回 X サーバーを使っていきます。英語でも、カタカナでも、何でもいいんですが、こういった形で検索していただいて、X サーバーという形ですね。で、こういうページに行きますね。で、もうシンプルですね。こう、下に行っていただいて、こっちか。ね。お申し込み、こちらがいいですね。こちらをクリックしてください。そうしますとですね、ドメイン新規取得、こちらはね、ムームドメインの方で取ってありますので、こちらはいらないですね。新規サーバー申し込み、こちらだけですね。お試しがあるみたいですが、こちらラッキーかもしれないですね。お試しの前にですね、お申し込みをやってしまいたいと思うので、お申し込みフォームというところですね。で、新規お申し込みを持っている方ってなってますが、新規のお申し込みですね。で、こちら、利用規約ですので、こちらを読んでいただくないですね。長いんですが、パーッと読んでいただいて、読まなくてもね、大丈夫だと思いますが、一応ね、同意するというところまで持ってきてください。でですね、お申し込みはこちらになってますので、こちらですね。新規申し込み。サーバーですのでね、ドメインの移管でもないですし、新規ドメインの申し込みでもないので、サーバーを申し込むということですね。こちらですね。サーバー ID っていうのがね、希望のっていうところありますので、例えばね、これ、ちょっと長いですが、この辺はサンプルとかやってますかね。こちらでサーバーの ID。01とかの方がいいですかね。こういった形でサーバー ID を決めていきます。で、検索というところですね。申し込むことが可能ですと出ますよね。こちらが使われている場合、例えば使われている場合とかは、こちら可能になっちゃいますが、使われていないと、こちら申し込みできない、申し込みボタン出てきませんので、こちらはね、いけるということですので、どちらでも、この間でも01でもいけますが、01。こちらでいきますね。で、こちらが、使われているものだと弾かれちゃいますが、基本的に使えるということですので、お申し込みというところですね。で、ここからもう簡単なんですが、プラン。基本的にこの10で大丈夫ですね。気にせずこちら10で。でですね、メールアドレス入力をしていただいて、確認を入れていただいて、法人で使うのか、個人で使うのかですが、スモールビジネスの方は個人ってことですね。で、名前入れていただいて、住所入れていただくと。あとは、インフォメーションメールっていうのがありますが、こちらは一応希望しておいた方が、なんとかメンテナンスとか、そういった時ね、情報のコンタクトが使いやすいので、こちら入れといた方がいいと思いますね。で、申し込み内容の確認ということで、進んでいただくと。こちら入力してないのであれですが、そうするとですね、メールが届きます。メールアドレス宛てにですね、こちらでメールアドレス指定していただくので、メールアドレスにメールが届くので、そちらにですね、ID とかパスワードっていうのが送られてきます。で、そこで、簡単なんですね。メールをもらったら、リンククリックすればですね、決済ですね。クレジットカードで決済っていうのを手続きに進みますので、そちらね、初期費用とかサーバー代っていうのが月額でかかってきますので、そちらの申し込み、あるいは決済ですよね。ここで申し込んであるので、クレジットカード情報を入れて決済だけの作業ですので、そちらはね、割愛させていただきますが、こちら申し込んで入力必須のね、入力項目を入れていただいたら、申し込み内容の確認でメールを届いて、で、メールを受け取ったら、そこから情報をですね、ログイン、サーバーパネルですね、ログインしていただいて、決済をしていただくということになりますね。で、ここまでですね、申し込みっていうのは X サーバーでできましたので、ここからはですね、次の映像ですね、次回からは、そのサーバーとドメインをこう結びつけていくって作業ですね。どちらかやってもダメなので、どちらもこう結びつけていくっていう作業をしていきますね。ここまで X サーバーの申し込みというところまででした。以上になります。